いたよこれ。水着福袋。またさあ、ということで今年2回目の水着福袋、どんなものが出てくるんでしょうかね。それでは行ってみよう。ただいまより第2回2023水着福袋ファッション紹介会いたします。おー、エントリーナンバー1つってん派手という文字を水着にしたらきっとこんな感じなんだろうな。そんな水着、さあ、なんて禁止8点。もう色使いやばいじゃんそれ。スプラトゥーンのやつ、スプラトゥーン。本当だ。うわー、なんかその、おまけ程度につけたワカメちゃんフリルも苦手だわそれ。はい、では今年もこんな感じでやってまいりますのでよろしくお願いいたします。はい、ずってん、ずってん。いやー、やっぱり期待裏切らないね、この水着福袋。エントリーナンバー2、ずってん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 。ネイチャーな色味がナチュラルな一品、星見のをつければ気分はターザン。さあ、何点？19？ お、いや、悪いよ、悪いよ、すごく悪いよ、19点。なんだろう、なんていうの、点数つけにくい、なんかこれなんかこれ、点数っていう概念を超えてきてるタイプの水着な気がする。何か既視感あると思ったら、昔うちのお母が着てた長袖のここに書いてた女の人がその柄で描かれてた。あったんよそんな服な、分かるような達郎巻き子な。あの服どこで買ったんだろうな、多分同じとこで買ってると思う、うちのお母これとずってん、ずってん。いやー、なんかスタイル悪く見えるしな。しかもなんだろうね、なぜあの布でその水着を作るっていうところに発想が執着するんだろうね。エントリーナンバー3、ずってん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 、てん。多分この水着は悪くないんだけど、32歳の私にはだいぶきつい、そんな感じの水着。さあ、なぜ？そうだね、うん、24点ありがとうございます。うん、なんかあれじゃあ、もう綿菓子買ってほしい、中学生みたいな。なんか綿菓子とソフトクリーム以上。ありがとうございます、はい、じゃあ次いきます。はい、ずってん、ずってん。きついなあ、あれ着て一緒にホテルとかちょっと行きたくねえなあ。なあ、ロックちゃん、エントリーナンバー4、ずってん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 、てん。小花柄だけにしておけばよかったもの、どうしてもこのデザイナーさん目立ちたかったみたいです。蛍光オレンジは目立ちのオレンジ。さあ、なんて、ひどいひどい。1、あー、1点。これやばいって。マジで、あのさ、色味、形、デザイン、機能性、すべてにおいて0点。本当は1点も上げたくねえぐらいだこれ。余ってたね、布が。もうそれとそれしかなくて、どうしてももうノルマ優先して作ったのこれ。なるほど。え、今年豊作、豊作、豊作、逆豊作、何なのこれ。もう何が正解かわからん、もう混乱してきた俺頭の中が。エントリーナンバー5、ずってん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 、てん。アメリカの女児が着てそうな水着、日本人のアラサーが着るとこんな感じになります。さあ、だって、28。え、いや、多分さっきの1点が効いてるんだと思う。多分あれさえなければもうちょっと点数低かったね。あとはもうなんかめっちゃ猛毒持ってるウミウシみたいなの。ウミウシ色味が。次いきます。そうだね、はい、ずってん、ずってん。いや、あれ冷静に考えたら7点だわ。7点、ひどい。エントリーナンバー6、ずってん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 、てん。最近話題のハイウエストビキニなんだけど、どうやって頑張ってみてもちょっとおしゃれな体操服にしか見えません。さあ、なんて、ね、面白いから、42点。ちょっと待って、面白ポイント加算しだしたらさ、全部満点だよ。おむつじゃん。洋服にはしたくない柄って感じ。1972年ぐらいのアメリカの映画で、うん、壁紙それだったら、ああいいなこの時代とか思うんだけど、今自分が着たくはない。そんな感じ。絶対
ごいな、50点超える水着あんのかな。エントリーナンバー7。頼む、そろそろまともなやつ、そろそろまともなやつ。ずってん、ずってん、ずってん、てん。なんて言ったらいいんでしょうか、この水着。もうちょっとコメントが思いつきません、これに関しては。さあ、何点？15点、そんな感じだ。あんまり名前聞いたことないなって感じの、ヨーロッパの国の民族ダンスの時に着る衣装みたいな。そんな感じ。そんな感じ。そうそうそう、ダンスだせー。唯一褒めるポイント言うとすれば、肩幅が広く見えて強く見えそう。強く見えちゃダメじゃん。あ、そっか。最悪だ。もう次。ずってん、ずってん。うわ、すっげえ肩幅広く見えるわ。うるせえ。ああ。そっか、元が広いんだった。エントリーナンバー8。ずってん、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 てん。サイケな柄がちょっぴりポイント。体型カバーのカバーワンピースでどこでも安心。さあ、なんて。23。まあ一言で言うと、はい、ボディバの包装紙。ちょっと金色のシールあたり貼っとけば余計ボディバの包装紙。なんでそんな的確な思いつくの。分からん俺。ちなみにこれワンピース脱げるんだけど脱ぎますか。え、うん、いいね、セクシータイム。チューチュー、なにー、どういうことなのこれ。セクシー、いや、セクシーだね、意外と。あほ、意外とセクシーにはセクシー。そのねじれを戻したい。ねじれだもんね。ずってん、ずってん。あー、後ろから見てもやっぱりゴディバ。エントリーナンバー9。ずってん、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 てん。水玉柄がちょっぴりレトロな印象。ネイビーと白でマリンスタイル。さあ、なんて。そうだね、まあ40点ぐらいかな。おー、なかなか、まあ、なかなかとは言うけど、まあなんちゅうの、中学校の時初めてみんなで海水浴行こうって話になってきたら同級生2人ぐらい来てそう。上ねじれてるのそれ。あ、上ねじれてますね。なんか宇宙のこう量子を、あ、なんか質量を表す時のあれに似てて、すごく目が混乱してきた。ずってん、ずってん、これで9着目か。もうあと1着しかないけど大丈夫かな。今回は当たりあるのかな。いや、だからどっちが当たりか分かんないけど、もうそのダサいのが当たりなのか、ちゃんと着れるやつが入ってるのが当たりなのか、どっちだったら。エントリーナンバー10。ラスト。ずってん、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 てん。とりあえずビーチで目立ちたかったらこれを選べ。原色の赤、イエロー、そして花柄、これがポイント。さあ、何点？4点。なんか上の形も嫌、なんかナイトブラみたいな、イクニューブラみたいな。確かに。ちなみにこれ、めちゃくちゃハイウエスト。何それ。元いくらで売られてたんだろうね。まあ少なくとも3000円ぐらいではね、安くてもね。で、定価で買った人もきっといるよね。インタビューしたい。なんで買ったんですかって。そう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 。みんなの意見集めて、方向性出てくると思うんだよね。ああ、これのここが良かったんですみたいな。違う、これを選ぶ人の特徴。定価で、それをこう研究してみたい。何のために。何のためかは分からない。はい、ということで、こちらで10着すべて終わりまして。そうだね。今回は50点以上が1個も出ないという大豊作というか大不作と言いますか。これね、俺たち YouTuber だから笑ってられるけど、これ3000円出して全部これ入ってたら役レベルだと思う。役。まああくまでも個人の感想だからね、これは俺たちの。ちなみにこの動画を見て福袋を買った人今までに30人ぐらいいるからね。やばい。チャレンジャーが多すぎて、うちのチャンネル。これ今回見てさ、何人買ったら楽しみだね。楽しみ、ね、みんなぜひとも買ったら報告お願いします、ね、1週間ぐらいしたら概要欄にまとめとくから、何人買ってたよって。また1週間ぐらい経ったらちょっとこの動画見に来てほしいね。あ、そうだね。もちろん。はい、ということで、2023年第2回目の水着福袋でございました。もう1回2回やる予定なので、よかったらチャンネル登録してお楽しみにしていてください、うん、それでは次回もお楽しみ。バイバーイ。